政府対戦条約市民ネットワーク主催の愛知ターゲットの現実を阻む、上関原子力発電所高江米軍ヘリパッド工事中止と計画見直しを求める、院内集会にお集まりいただきありがとうございます。本日は本会議とか委員会がありまして、議員の先生方なかなかご出席していただけない、ご少ないんですけども、ただいま参議院議員の山口徳信さん、それから、参議院議員の福島瑞穂さんと赤嶺政権さんは、衆議院議員の赤嶺政権さんは秘書の方が一度いただいております。ではまず最初に山口さんからちょっと一言ご挨拶いただければと思いますけども。はい、先に出る、もしあれでしたら、こんにちは。シャビット参議院議員の山口君でございます。今日はぜひ出たい院内集会が、皆さんが参加していらっしゃいます。この、院内集会とこれ終わって、アメリカ大使館への講義の予定も入っていまして、もう一つ雇用問題とかが、ずっと続いて入ってまして、それで、最初に挨拶を申し上げさせていただいておりますが、ありがとうございます。私は、ずっと沖縄の辺野古の基地反対の運動と、最近は、東村の高江というところに新たにヘリパッドを作るという動きがありまして、そこに通っております。今日は高江の現地から比嘉君が、参加をしてくれておりまして、大変喜んでおります。今月の5日6日、土曜日日曜日でしたが、私は日本の外人といわれる、沖縄の外人といわれるアハゴン将校さんの和合の里の現在理事長を仰せておりまして、毎年学習会をやってまして、全国的に行って